元気？もうセールだけど大丈夫そう？いいよ、元気出せなくて。自分も全然元気じゃない時あるから、7日間1週間あったらどうだろう。休みの前の日ぐらいすっごく元気出るのって、もう明日から錬金ちゃんとか元気じゃない日あるから全然あり。いいよ、元気出せてない自分を認めてこう。今回もお便りいただきました。アパレル販売員はいつも笑顔でいないといけないんですか？笑顔ね、笑顔でいないといけない。まあいけないわな、いけないんだけど、あなた元気がなくても笑顔ってできるから。笑顔ってテクニックだから。これね、はっきり言わない人いるけど、もっと心から笑顔でとか、もっと今日も元気に明るくとか言うけど、笑顔テクニックだから。笑顔には3段階あります。3分咲きの笑顔、5分咲きの笑顔、満面の笑顔っていうのがあるんです。口角を上げて目尻を下げれば笑顔って作れるからね。そうなのよ、モチベーション、自分のモチベーションで笑顔を作ろうとするから、うまくできない日、できる日、できない日の方が多い。私って仕事できないかなみたいになるんだけども、テクニックを身につけて、よく鏡で見てみましょう。口角を上げて目尻を下げたら笑顔になってるよね。表情筋の話だから、この笑顔っていうのは。うちの店舗ではいつも笑顔な方がいます。なぜあんなに笑顔でいれるのでしょうか？作ってんだよ、笑顔を作ってんの。その人だって昨日身内の不幸があったかもしれないし、お腹痛いと思ってるかもしれないし、恋人と喧嘩してるかもしれないけど、笑顔を頑張って作ってるの。それは表情筋の話。気持ちを上げろ、心を上げろじゃなくて、あなたも表情筋の使い方を学べば笑顔になれるから。モチベーションが全然上がりません。どうやったらモチベーション上げることができますか？今日の自分が全然可愛くないんじゃない？イケてないんじゃない？自分がかっこよくなってないんじゃないの？アパレル販売員の特権っていうのは、自分の身なり、スタイリング、身だしなみでモチベーション上げることができる。そりゃ元気で明るくしたくても、イケてなくてスタイリングもうまくまとまってない日って元気出せないから。逆によ、いくら微熱があっても今日のファッション最高、ヘアスタイルもバッチリ、そんな時だったらモチベーション上がってくるから。いつもよりメイクの時間を使う、いつもよりヘアスタイリングの時間を使う、いつもよりお気に入りの服を着ていく、これをするだけでモチベーションぐっと上がるから、マジでやってみて。今日は稀に見る絶不調です。どうしたらいいですか？まあそりゃさ、スタイリングとかヘアスタイリング、もう一番お気に入りの自分を作ったとしてもモチベーション上がらない時それあります。あるよ、気圧の変化とか、結構人って左右されるかね。雨でクステッケになっちゃうとか、生理前ですごい不安定とかあるよ、全然あるよ。諦めて、もう今日諦めて、そして地に落ちて。地に落ちることが大事。最低まで行くのよ。中途半端にモチベーション維持しようとするからダメなの。もう今日はダメだと、徹底的にダメだと、もう個人よりも最下位だと、最低な一日だったと、とことん自己嫌悪に陥る日にしちゃいましょう。そしたらもう上がるしかないから、上がるしかない。一定の水準で低いままのモチベーションが一番辛いから、一回地、そこに落ちる。そしたら上がってくるから。人間そうできてるから。いい、もういい、諦めて。もう年に数回の絶不調だったらもういい。明日は必ず良くなるから。明日はセール初日の大事な日です。どうすればいいですか？もう寝て、早く寝て、ストレッチをして寝なさい。え？ストレッチしてないの？ストレッチはするでしょう。アパレル販売員ストレッチ絶対するでしょう。立ち仕事絶対ストレッチするでしょう。だからダメなのよ。20代前半だから気合と元気でいけるって言ったら大間違いだからね。それがどんどん負債になって、休日の過ごし方とも全然変わってくるから、お風呂に入って30分以内にストレッチをする、お風呂に入って1時間半以内にお布団に入る、これがセール初日にやること。昨日は沼さんから言われた通り、早くから布団に入りました。なのに朝からテンションが低いです。今日はセール初日です。どうしたらいいですか？今日がセール初日ならもうそれはやるしかない。やるしかないよ。やるかやらないかだからやろう。頑張れ。この朝の時間に一番可愛くなるんだよ。一番お気に入りの服を着て、ヘアスタイルいつも以上に時間かけて、メイクもバッチリ整えて、それで外に出ればちょっとテンション上がってるから、電車に乗ってトイレに入った時にもう一回鏡見てごらん。イケてるじゃん、いつもよりイケてるから、その調子で店頭に立つんだよ。今が元気なくても徐々にテンション上がってくるから、口角を上げて目尻を下げるんだよ。笑顔はテクニックで作れるからね。テクニック、テクニック。今日は最高の自分、今日は最高の自分、店頭でも輝けるよ。いってらっしゃい。セール初日笑顔で頑張ったけど、個人より最下位でした。どうすればいいですか？明日は明日の風が吹く。自分だってそうだよ。だいたい平均10万円ぐらい売れるのに、なんかこの間の日曜日30万売れた、よっしゃーと思ったら、次の月曜日3万円しか売れない。え、なんなのこの波は。いつもコンディション変わらず一生懸命やってるのに、なんでこんな差が出るんだろう。それお客様動向に変化があるじゃない。時の運もあるじゃない。タイミングもあるじゃない。休憩中にお戻りの方が来られて、自分がアプローチしたお客様の上に他のスタッフさんが売り上げが上がって、なんでこったって、こうあるじゃない。じゃあそれは
はあなたの頑張りが足りなかったからですか？そうじゃないよね。ちゃんと朝からアプローチしてお客様に提案したのはあなただったよね。でもさ、そうやって個人売りとか数字ばっか見られちゃうとさ、なんかできてないじゃん、あの人なんで売れなかったんだよ、そんな風に見られてるかもしれないけども、自分の中では答えが決まってるじゃない。その時の笑顔、他の人がレジ対応したのに最後にお客様が微笑んでくれたのは自分だった、それが答えじゃない。売上だけじゃないじゃない、いつも頑張ってるじゃない。朝から自分のスタイリングバッチにして気持ちも高めてって笑顔でおもてなしして、それでも結果が生まれなかった、それは本当にダメな日なのかな。少なくとも私はそんなあなたはすごいと思うよ。今日頑張ったと思うよ。今日の頑張りは必ず明日以降に報われるからね。無理して頑張って体を張ってちゃダメなの。自分のコンディションを整えること、体を整えることがあなたが心身ともに元気に販売ができるコツ、これしかないんです。アパレル販売の仕事は実は体ありきだからね。あなたが自分の体に優しくしてあげれば心も優しくなって、それがお客様への優しさにつながってくるから。今日も一日本当にお疲れ様でした。この動画朝見ていただける方、一日が始まるね、最高の一日に自分でしていきましょう。それでは今日もおやすみなさい。それでは今日もいってらっしゃい。